センダコレアは日本の演出家、俳優、東京市出身、建築家、伊藤溜吉の伊豆を、本名は伊藤国夫、東京府立第一中学校ドイツ語科在学中から肘方義の舞台美術研究所に通い始める。1922年、府立一中卒業後に、早稲田大学独文化長高生になるが、中途で辞めて演劇の道に入る。 関東大震災後の1924年、肘方よと肘方が支持する幼い薫による築自小劇場の第一期研究生となり、第一回公演の開戦で初舞台を踏んだ。1926年に村山智義、佐野博志らと前衛座を結成した。1927年にドイツへ渡る。東欧前の4月29日。 松平さと子、田谷力蔵、段児英、石井清志、石井小波、人形座、前栄座が出演して、千田コレアを送る会が、月地小劇場で開催された。ドイツのラインハルト演劇学校に入学し演劇を、勉強。卒業後、ドイツ共産党に入党した。ベルリンでは同じく、ドイツ共産党員となった、元東京帝大医学部助教授の国崎帝道らと、 共に、ドイツ共産党日本語り部を設立。ベルリン判定グループと呼ばれる、在読日本人メンバーの一人として活動し、小林喜二の1928年3月15日、など日本のプロレタリア文学をドイツ語訳している。1931年、現地で結婚したドイツ人女性、イルマと共に帰国。同年に、東京演劇集団を結成し、 ブレヒト作、三文オペラを翻訳した、古事記舞台を第一回公演として上演した。1934年には新月受劇団に参加し、演出、俳優の両方で活躍し、左翼演劇のリーダー的存在となった。1940年5月、新月受劇団を脱退。同年8月19日の新劇団圧により、治安維持法などで検挙され、交流された。 1942年に出獄し、女優の岸照子と結婚。また、築地警察署で拷問死した小林滝次の意外を引き取り、デスマスクを制作した。1944年、東野栄二郎、小沢栄太郎、青山杉桜と俳優座を創立、亡くなるまで、銅座代表を務めた。1949年に、俳優座養成所、1954年に、 俳優座劇場を開設し、俳優座のリーダー的存在として活躍した。千田が新劇界に与えた功績はとても大きいものであり、西欧の近代劇や古典劇の上演の基盤を作るとともに、日本の現代演劇において、最初のまとまった実践的な演技論で、リアリズム演技の名教箇所といわれる、近代俳優術を表して、近代的な演技術、俳優術を理論化した。 また、ベルトロトブレヒトの儀曲を翻訳紹介、上演も行った。テレビドラマへの出演はほとんど皆無に等しいが、1940年代から1970年代頃まで約100本の映画に出演している。1979年にドイツ民主共和国芸術アカデミーの会員となった。1987年には、チェルノブイリ原子力発電所事故を扱った。 石棺を演出した。1994年12月21日、肝臓癌のため、東京都港区の再生会中央病院で死去。90歳。その2日前に、国崎帝道生誕100周年の集いに出席したのが、公の場に姿を見せた最後の機会であった。1998年から、毎日芸術賞で、目覚ましい活躍をした演出家に与えられる。 千田コレヤ賞が設けられた。関東大震災直後に、千田ヶ谷において実刑団に、朝鮮人と間違われ暴行された経験があり、芸名をつける際に、この体験から、千田ヶ谷で、コーリアをもじって、千田コレヤとした。その際、先輩の肘方よが、朝鮮とコーリアン、コーライをもじってつけた、とする説もある。 友人であり築地小劇場の創立同人である、あさりつるおによると、ほとんどの人が、これやと呼ぶのに対し、本人は、これやと発音していたという。一方、東方の助監督である、梶田沖春が、これやさんと呼びかけたところ、これなりですと訂正されたなど、これなりと読むのが正しいとする意見もある。1950年代の東方特撮映画に多数、出演していたが、 特技監督の中野明喜びによれば、千田は特撮大好きおじさんだったといい、SF 特撮映画の企画があると、当時助監督だった中野に熱心に出演オファーを出してきたという。孫の中川杏奈もゴジラ VS キングギドラで主演を務めている。カス一大は1963年公開のサナダ風雲録でポニーテールにホットパンツ。 アミタイツというクノイチのビジュアルイメージを演出したと話している。ありがとうございます。